YouTube ってあんまり、あんま見ないけど、でもこう、まあちょっとそういう日本政府さんの方で連絡があって、で、まあちょっと 先輩いるんですけど、相談して、うん、出た方がいいよって言われて、おうおう、で、まあいくつか見たんですけど、バナナレコードの先輩で、あ、そう、拠点の方です。そうそう、はい、あの、もともとその自分に戻ってこんかって言われた先輩がちょっといるんですけど、戻ってこんか。そうそうそう、その辺は予約がありそうなんで、後で。そうそうそう1回は出たわ。そうそうそう、まあまあいいです。それで、はい、ごめんなさい。それで、はい、あの見た。いくつか見て、あの、鹿児島とか俺最近行ったんですよ。はいはいはい。あの、モンキンバーとか、とかあと中津とかは、はいはい、あの、ちょっと自分が行った、あの、マイレコード。マイレコード。はいはい。あってとかは僕行ったって思って、あ、こんなとこも行くんだと思って、で、いろいろこう、見ました。ああそうですか、そうそうなんです。これは、うん、ちなみにどういうね、まあ、東京のそのまあギターバンドで、まあそのいわゆるパンクロック界隈のバンドなんですけど、はい、まあちょっと自分がすごい好きで、ね、まあもう6年ぐらい前になるんですけど、まあ東京に行って。あのライブ見て、うわ、すげえなーと思って、はいはいはい、で、すごい惚れ込んで、毎月のようにライブ見に来た時があったんですよ。まあ、今も変わらずなんですけど、で、まあ、そのバンドの、まあ、音源なんですけど、まあ、最近ちょっとレコード化して、海外から出て、まあ、うちは売ってないんですけど、まあ、CD は、はい、売ってて、うん、そうそう。そういうバンドですね。ちなみに何ていうバンドですか？あの、スリーミントムービーっていうバンドなんですけど、スリーキリス。あ、4人ですか、ね、あ、4人ですか、そうそうそう。ガクって今来ました、ね。はい。そうそうそう。もう僕はすごい好きで。この前徳島もライブあったんですけど。もう追っかけてる？あ、もう半分追っかけですね。半分追っかけで、飲み友達みたいな感じ。飲み友達で。そうそう。店でもフューチャーしてるし。そうそうそう。はい。でも、いい感じではないですか。そうそう。丸一から。そうそう。丸一から。そう、いいな。ちょっと露天でしまって初めて来たんですけど。そうそう。はい。ということは、これはこういう音楽が割と好きなバンド、そうですね、すごい好きですね。昔からもこういうバンドが好きですね。バンドというか、バンドというか、そうですね。はい。だから、あの、そういうライブ企画とかもしてるんですけど、もうこのバンドが割ときっかけで、はい、あの、まあ、東海地方に全然来てなかったから、はい、あ、じゃあもう俺やろうと思って、で、それで、ちょっと四日市の、その、まあ、ある場所でやったっていうのがあるんですけど、ボアテックスって、その、まあ、ギター服とか、音源とか売ってて、ギターライブハウスみたいな場所があるんですけど、はいはいはい、でそこでちょっとやらせてもらって、でそこからいろいろこうやるようになったんですけど、裏マネージャーじゃないですか。まあ、もうそんなもうとんでもないんですけど、そうそうそう。でもそういう、まあ、ライブ系を、はい。ちょっとジャケット見せてください。え、で、これはそんなに売れて、あの、流通してない？まあ、そうですね、国内は100枚。100枚は100枚ですね。チリは売ってないんですけど。いや、これは10年後に5万円とかしちゃうんですよ、これ。いや、まじで。したらいいんですけど。いやいや、まずいじゃないですか、これ。まあもう、草の根的な活動ですよね。自分が好きなものを売る。まあ、自分が世話になってきた人の本を売るっていうのは。それはある。もう、ここにあるのはもう全部そうですね。え、そうですか。はい。バナナレコードといえば、あの、いろいろな、あの、視点もあり、はい、割と大きな組織じゃないですか、はいはい。そしたら、あの、そういう割と自由度っていうんですか、はい、そんなに本部は、はい、うるさくないと言っちゃ変ですが、はい、のようなものなんですか。まあもう、好き勝手やらしまってる、ね。いいですね。いいですね。よっぽどじゃない限りはもう何も。よっぽどなんか、音楽関係以外のものを売らない限り。多分、売っても分かんない。売ってても、あれ、小玉がなんか T シャツ売り出したとか。ほとんど T シャツ6個。T シャツばっかとか。なるでも、まあ、でも多分、でもまあ、よっぽどのことがない限りは、すごい自由にはやらせてもらってるんですよね。っていう感じはすごくしますね。うんうん、はい、あの、名古屋の方に行ってね、雰囲気的にそうかなって。そうですね。はい、特にあの、岐阜っていうところで一つこう、名古屋地域のエリアから離れてるところで、こう、割と独立トップの地域性はありますよね。あ、そうですね。だから余計に。余計にね。はい、はい。っていう感じはする。でも、
それが結局店の主張がこう出る方がお客さんはいいなっていう、はいはい、うん、もちろん逆の意味もあるかもしれないけど、うん、その方がいいですよね。売、ね、うん、ってる方も楽しいですよね、うん。まあもう比較されるのはしょうがないなぁとは思うんです、はい、いつでもそうですけど、はい、まあ自分で好き勝手やって、いや楽しくて、まあ、お客さんも喜んでもらったらそれいいかなっていう感じですね。なんかそういう、はい、そういうものを売ってる店ですもんね。はいはいはい。そうです。どうですか。で、ちょっとつながりで。店フューチャーのものを教えてください、これ。私は多分知らないと思うんで。私の、いるのが、今買ってるサジメントメイクっていうバンドなんですけど、はい、エンジェルですね。はい、シングルの。あ、みんなそうですね。そうですね。シリミントメイク。これはもう、まだ売っているというか、はい。はい。あ、私の下がビリーっていう、まあ、それも東京のバンドなんですけど、はい。はい、それもそうですね。その下も東京と神戸と。はい、東京と、はい、いわゆるインディーバンドで、ね、でいいんですか、うん、でその下とかはあのバッチってあの、はいはい、うん、のその電子というかそのレインのバンドの音源ですね、はい、うん、あと金沢とか、まあ、大阪とか、はい、じゃあ割とこのこれからのミュージシャンの一つのあれですか。それがその、それは6月東京でも企画やってて、はい、このこだまロックフェスティバルってやつ、もう自分の名前もそのままですね。をつけたもう冠あのロックフェスまでやっちゃってるという。名古屋この前の名古屋のバンドですか。いや東京なんですけど、こだまロックのこだまロック名古屋編で出てもらった東京のバンドです。へえ。俺すごい大好き。いやでも本当にあのレコードが自主制作できる時代になって本当いいですよね。 CD もそうだけど、うん、面白いじゃないですか、レコードで聴くっていうのも、うん、でもレコードはでも高くなったね、新品が本当高いです。だから輸入版もめっちゃ高いじゃないですか、ね、そうですね、普通に、うん、4000、5000は驚かない価格だったでしょ。そうそうそう、だから僕も数年前までは3000超えたら LP 買わないで、あ、新譜で、新譜で、はいはい、もうそんなの売ってる人、売ってる人が言っていいんですかそれ。もうね、もう諦めてます、ね、あ、諦めてます恒例となりました、はい、サイコロしたいと思いますけど、はい、なんか今ちょうどバーゲン前らしいです。あ、そうですね、32周年で、32周年、はい、ここが32周年で、ここが32周年、はい、で相当バナナの中でも古い店ですよね、きっと。でももう今残ってるのはほとんどでも古い、古いまあまあ場所変えながらじゃ、ああそうですか、でも32周年で、僕はもう一応自分が32で32周年記念のバーゲンをまあ1年に1回1年に1回会計1回やって、それが金曜日、金曜日から、はい、で今も会議会してるって言ってて残ってる、終わるんですよね。そうです。でも僕はいい目指して買ってっちゃいましたよ。あ、お願いします。だからその買い控えなんかしてたらダメなんですよ。買い控えする前に、そうです、あのいいからその価格で買っちゃう方がいいっていう、それ僕はかつて服のバーゲンで気づいた、はい、あ、本当ですか。服のバーゲンを行こうと思って、はい、行って安く買えるかなと思ったら、うん、やっぱ定価で買っちゃうやつがいるわけですよ、バンバンその前に、うん、いや、なんか欲しいのなかったんで、はい、だったら買っとけばよかったみたいなのがあったら、そうですね、うん、一番良かったっていうのはすごいあるし、ね、僕もあるし、僕はもう休みの日にレコードしか買いに行かないんで、え、本当に相当なもんですね、うん、パトロールですね、パトロールですね、パトロール、車乗って遠方行ったり。ちなみにすごい聞きたいんですけど、バナナレコードの社員はバナナレコードでレコードを買っていいんですか。あ、それは一応許可はもらってます、ね、許可はもらえないとか、ちゃんと、はい、ダメっていうのはない。ないですか。けど僕がバイトの時とか、はい、出したばっかりやつをこれ欲しいですって言うとすごい嫌な顔されて、うーんって。そうですよね。だから僕は非常にしないようになってますけど、はい、もしかしたら嫌な顔をしてるかもしれない。まあお客さんのところにね、もっと、はい、届けるのがそうですね、いうことでしょ。だからあの東京で有名な某店はやっぱ絶対ご法度っていう、ご承知と思いますけど、ああ、そうですね、って言われてますんで、まあまあ、まあ、ありがたい話です。
そうですね。でもこれ、あかんってなるかもしれない。あかんってなる。いや、ほんとあかんのにな、あいつは。そうそう。抜け抜けてよく行ったな、つって。大丈夫ですね。いや、もう今日本当にいい目出しますよ。僕は絶対期待してね。もう本当にお願いします。もうここで、ここでやります。あ、ちょっと待って、今落としたら、今落としただけだから。僕も見てないです。危ない。なんか今見えた。6だ。あ、まあまあ、6000。6000です。悪くない。すごいですね。小玉店長セレクト。厳選ゴールチャンピオンで美味しく。これはもう一押し中の一押し。一押しっていうか、もうやらざるを得なかった。え、どういう意味ですか、それは。いやいや、結局こう、なんか、はい、僕はやっぱちょっと昔の人間なんで、はい、特集をしたいんですよ。特集、はい、はい。放出をしたいんですよ。放出したい。はい。やっぱ数がなかなか揃わないことが多いんで。あ、特集するんだ。そうそう。あ、そしたら、はい、あ、これ自分のセレクトだったら好き勝手できるやんと思って、はい。これにしたんです。いや、でも。そしたらこれだったらいつでもできるわって言って。でも、切り口としては、はい、自由度が増すわけですよね。ますます自由になったから、ね。自由になったっていう感じで。でも、あれですもんね。そうは言っても、本当に自分の、うん、あの、あ、好きなもの、好きなもの。値段とか関係ないし、自分の好きなものを、はい。ぶっ込んでるわけですね。ぶっ込んでて。はい。もうこれを見れば、このお店の特徴が、もう、すべてわかるというね。手頃価格が多いですね。はい。いいですね。なんか、これぞっていうのありますか？これで。思わず、いやー、これはちょっといいんですよっていうのは。その、まあ、そこに新品の71を置いてるんですけど、はい、その、やっぱその、やっぱ自分の知り合いのバンドは、やっぱ、売れると嬉しいですよね。あ、なるほど。で、その、誰が買ったかも、まあ、知り合いが買うんだったら分かるんですけど、はい、全然知らない人がこう、パッと買っていくのがすごい嬉しいです。懐かしいな。はい。そういうことですよね。もう。なんです。だから、ここに1本入れてるんですよね。もう完全に親心ですね。いやいや、僕はそういう人と救われてた人間なんで、はい。ちょっとでも返せたらいいなとは思うんですよね。その、そういう世話になってるです、ね、バンド、バンドマンの界隈の人たちに関しても、救われてるっていうのはどういうことなんですか？その音楽を聴いて自分が、やっぱ、それで、自分の活力じゃない活力になったし、うん、その音楽で力をもらったんで、その来てもらってるから、そのを返したいっていうことで、じゃあ、あの、これを買って他の人も、あの、力をつけてほしいみたいな。力っていうわけじゃないですけどね。あ、音楽っていいものなんだなっていうのが伝わればいいですね。これ、いいですね、ジャケット。これ、どんな感じなんですか、内容。でもまあグリーンで OK やったら OK ですっていう世界、うん、グリーンで、うん、でもジャケットの匂い、ジャケ買いのそのこれ良さそうだなっていうあるじゃないですか。だからこれとかね、なんかそういうのっても重要ですね。うん、かっこいいな。僕7インチ大好きなんで、うん、まあ、7インチ大好きなんですか。7インチ、あの、いつも言ったことあります。7インチが大好きなんで、こだわりですから、始まったけど。そうですか。ほんで、7インチを飾る場所がないのは、寂しいな、うん、好きなのに寂しいなと思って、はい、で、あの、この職場の相棒の子に、こんなんできへんかなって相談して、これを作ってもらったんです。うわ、この7インチで飾れるのはすごいテンション上がったと思うんですよね。いいですよね。ドキュメキットナイトですよね。これの LP のオリジナルって、はい、あ、でもだいぶ値段上がったっすね。そうですね。このナイトも昔安く買えたんですよね。はい。僕それはね、他の店でこれのオリジナルっていうのたまたま話し一緒に映ってたんですよ。そうですね。はい。そしたらそれを突っ込んでくる方がいて、はい、あ、やっぱりマニアの人すごいなと思って。そうですね。いや、もうでも本当に、結局、お客さんの方が詳しい。詳しいです。もう、まあまあ、本当その通りです。叶わないですよね。だから、いつもそうなんか思うたびに、あ、もっとちょっと覚えなあかんなとか、勉強しようとか、もうそんなんばっかっすね、もう。あまあ、それが楽しいんですけどね。はい。はい、